ダホメ王国は現在のアフリカベナンにあったアフリカ人の王国である。ダホメ王国は17世紀に創建され、19世紀にフランスの軍隊がセネガルから来て王国を征服しフランス領を西アフリカに組み入れるまで存続した。西アフリカの歴史においては奴隷狩りと先制軍事国家として得意な位置を占めている。ダホメ王国の起源は 体の海岸沿いの王国から来たアジャ人の一軍が北に移動し内陸のフォンジンの中に入植したところにまで遡ることができる。1650年頃アジャ人はフォンジンを支配しウェグバジャが自らをアジャ人の住む領域の王であると宣伝した。アグボメをととしたウェグバジャと後継者たちは動物の犠牲を伴う王の崇拝儀礼に深く根ざした。 中央集権的な国家を築くことに成功した。これには、王の祖先への人身区議も伴っていた。王国の土地全体を直接王が所有し、王は収穫から挑戦した。しかし経済的には、歴代の王たちの主要な収入源は、奴隷貿易であり、西アフリカ沿岸の奴隷商人との関係であった。ダホメ王国の王たちは、戦争をして、 領土を広げるに伴い、ライフルや他の火器を使用するようになり、捕らえた捕虜たちと火器を交換し、捕虜たちは南北アメリカ大陸に奴隷として売られていった。アガジャオの地下、王国は王家の発祥の地であるアラダを征服し、アフリカ西海岸にいるヨーロッパの奴隷商人と直接関わりを持つようになった。とはいえ、アガジャオは奴隷貿易において、 ダホメ王国の最大のライバルであった隣国のおよ、王国に勝利することができなかった。1730年、アガジャ王は、およ王国に侵攻するようになったが、ダホメ王国は、独立を維持したままであった。隣国の従属国となったとはいえ、ダホメ王国は、膨張を続け繁栄し続けた。この繁栄は、奴隷貿易と、後に導入されたバーム栽培の農園から算する。 パーム油の輸出によっていた。王国の経済的構造のために土地は王に属しており、王は事実上すべての貿易を独占した。王は征服したウィダーを公益港として奴隷貿易を行った。ダホメ王国が最盛期を迎えたのは1818 18年に即位し残虐さで悪名高かったゲゾ王の時代である。即位したその年に、 北からの底と帝国軍の進行と内乱で混乱した、お洋王国からダホメは、独立を果たした。ゲゾは、常備軍を作り、奴隷狩りを広く行う一方、再び油屋市の農園を拡張し、奴隷交易に代わる、財政基盤を確立しようとした。しかし、奴隷制廃止を要求するイギリスとの対立や、保守派の影響もあり、ゲゾは、奴隷貿易を廃止しなかった。 暗殺ともされる1858年の彼の死後も、ダホメ王国は奴隷貿易を継続したが、イギリス、フランスなどが圧力を強め、アベオクタなど周辺諸国の抵抗も激しくなった。ダホメ王国は、最終的に、フランスに1890年から1894年に、かけて征服された。ダホメ王国に対して戦った軍隊の戦員の、ほとんどは、 アフリカ人であった。これらのアフリカ人の兵士たちのダホメ王国に対する敵意、とりわけヨルバ人の敵意が王国の長楽を導いたと推了される。そして、12代目のアゴリ・アグボがフランス軍により1900年に敗位、追放されたことでダホメ王国は完全に滅亡した。その後、アゴリ・アグボは現地の祭祀の長として帰国を許され、 彼の子孫は歴代国王の祭祀を現在も取り行っている。2020年現在はダー・サグビジュ・グラルが事実上の多い請求者である。この地域は1958年に自治国となり、1960年に再び独立を回復してダホメ共和国が成立した。1975年にベナン人民共和国に改称し、 1990年に、ベナン共和国と改名した。女性軍団の兵士それまでのアフリカ諸王国と異なり、先制君主制で、中央集権政治だった。後継者は、王の在位中に任命され、着手のみに継承権を与えられた。かつては制限された王権で、評議会は、後継者を拒否することもできたが、西アフリカ沿岸諸国と同じく兄弟になるために、 必要な銃器、それを得るために奴隷狩り、そのための戦争を絶えず行い、外敵の脅威に直面することで王の意志が法であり、国民の生命と財産を私物とし、貿易と銃器の独占、スパイ網を用いた恐怖政治による国内統制へと変質していった。この体制を支えていたのはよく組織された軍隊であり、特に銃器で武装した女性兵士の軍団が有名で、 アマゾンとして知られる。ダホメの官僚制は、相分性に基づき、役人は必ず男女で実務を行った。国家財政は、宮廷と結びつき、行政官、会計監査官、修税理、警察などの役割が定められていた。無文字社会だったが、統計や会計制度を整えており、人口統計は箱に小石を入れて記録し、性別や職業別の労働者数は、 シンボル付きの袋で把握した。家畜の統計では、牛やヤギなど、種類別のシンボルをつけた袋に、小石や宝貝を入れた。蓄えられた情報は、徴税や、徴兵の割り振りや、年1回の高素大祭の開催でも活用された。通貨には、宝貝の売価を採用した。売価は、市場での食料品購入など、国内の支払い手段として使われた。 金に対するレートは、金一温水コール倍価3万2千個が安定して維持された。卸売が小売による、際の倍価は18を100個と数える、係数法であり、小売人は20%の代価を確保できるように、定められていた。市場の小売人員は、多くが女性であった。ありがとうございます。